まあ今ほんとちょうどニッコリーノのさ、打ち合わせしたの、はい、あーニッコリーノの打ち合わせ、そうガシャココさん含めてさ、はい、運営会社がかなり期待してもらってて、期待度ナンバーワンみたいな、期待度がね、すごいニッコリーノの期待値がすごい。いや今話聞くだけでもちょっとねワクワクする。もう来年から再来年かけて、はい、もう3年後まで見据えて今計画する、3年後までもう決まってる。うん、まああの決めようとしてる。忙しいですね、うん、これ忙しい。だからね、どんどん新しい商品も作らなきゃいけないし、まあみんながねその喜んでもらえる、やっぱ飽きないキャラクターでしたよね。いやまさに今回はなんかね、また新しいものですから。そうだねー、ということでちょっとね、俺もなんか今すごくワクワクしてる中でちょっと今 YouTube 撮ってるから、はい、熱くなってる今。熱っ。これですということで今回ニッコリのまんまるシリコンポーチ、まんまるシリコンポーチの純喫茶、純喫茶ね、はいはいはい、はい、いいね、ちょっと長い、まんまるシリコンポーチの純喫茶。まんまるシリコンポーチ自体初めて、まんまるシリーズ初めてね、シリコンポーチはね、うん、まあたい焼きとかね、あーそうだ、そうたい焼きからチョコレートから、はい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 、ね、あとおにぎりも作ったかな、おにぎりね、ありました ね、そうで今回は一型で、まあ、色を変えることで展開するんだけど、うん、今回なんと300円だよこれ。あ、そう、うん、あ、これ300円、そうこれは安いよね。これね、X の方で公開してるんですけど、うん、すごい反応いいんだ、嬉しいです。てかさ、DP 可愛くないね、これめちゃくちゃ可愛いな。これアメちゃん、アメちゃん入れてる ね、アメちゃん入れてるね、いいじゃん、アメちゃん入れなんだね、アメちゃんね、うん、いいよアメちゃん入れ、もっとね入れるもんありますから。まあいいじゃんアメちゃんでも。なんでアメちゃんの否定するの。一個一個ね、まずね卵サンド、卵サンド、うん、まあこの中ね淡い色がまた素敵だね、うん、うん、ね、ちょっとパステル調になってるのかな、やっぱここがね、やっぱねちょっと大人っぽさがありますね、やっぱシリコンのこのマット感でよりなんか高級感、うん、でジップの色もそれよりさ少し濃くなってるでしょ、はい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 、なんかガチャとは思えない感じで ね、おしゃれな雑貨屋さんに入ってるような、うん、シリコンっていいっすね、いいね、なんかニッコリ入ってるし。すごいね、おにぎりのニッコリの入ってた今、そう、ちょうど入ったから、うん、結構ボリュームはあるね、ね、うん、これとかいいんじゃない、あー、エアポッツね、うん、ちょうどいいんじゃない、エアポッツ入る、あー入る入る、ほんといいじゃん、これね、結構困るんですよね、そっかそっか、ね、いいね、まあでも皆さんはね、多分100円を入れると思います、あ、100円ね、そうだね、100円ね、うん、100円入れるよこれは、次のね、自腹キャンペーンはこれで、いいね、はい、やっぱ俺たい焼きだな、たい焼き、さすがにこれよりたい焼きの大きいから、そうだね、間口、うん、がね、間口がね、そうそうそう。いいね、これもいいけどね、え、続いてね、これコーヒー、コーヒーね、あー、でも若干ここのさベースの色も変えてるでしょ、少しね、そう ねだからパステルな感じがいいね、うん、落ち着いてます、落ち着いてるね、落ち着いてる、うん、すごくいいじゃん、コーヒーね、いいですよ、こういうのもね、ちゃんと色に合わせて入れてくれる、そうなのよ、うん、別におにぎりと関係ねえけどな。ちょっとね、次のやつがおにぎりっていう、そうだね、前振りで、あ、前振りで、前振りでさせていただきます、そういうことなんだ、はい、なるほどね、続いてこれ大人気クリームソーダ、大人気ですよ、すごいね、この色かわいいじゃんね、このいいね、紫の色、紫があったね、うん、おしゃれですよ、おしゃれ、うん、だからこれさ、ボールチェーンもさ色変わってんだよ、これって塗ってるってことですよね、かな、大変よ、ほんとすごい綺麗、うん、で、続いてがこれパンケーキ、ホットケーキだね、はい、まあ、パンケーキというし、ホットケーキと思うからね、あーね、うん、美味しい方がパンケーキね、おしゃれな方がパンケーキ。そっか、うん、昔ながらのホットケーキ、そう、昔、はい、なんかどうなんだろうね、家で焼くのはホットケーキ、ホットケーキでしょ、うん、あ、でもね、こんなによるんじゃない、おしゃれなハワイのやつとかパンケーキじゃない、で、お店で食べるのがパンケーキ、あ、そうそうそう、純喫茶で出るのがホットケーキ、ホットケーキ、そう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 、生クリームが乗ってるのがパンケーキ、パンケーキ。そう、そういう感じです。面白いね、で、続きね、これがプリンかな、いや、プディングですね、プディングって書くの、はい、これね、プディングですね、プディングいいじゃん、はい、プディングね、これいいな、やっぱね、やっぱ色のセンスいいね、これ、うん、やっぱりね、うん、おしゃれ、かわいいもん、かわいい、で、このなんか転写の仕方すごくいいね、うん、うん、やっぱ色数も減らしてますもんね、そうだね、色数減らしてるからすごくさ映えてる、うん、うん、ね、いいと思う、最後がオムライスね、あ、オムね、うん、オムライスいいね、またね、ブルーかっこいいね、かっこいいね、うん、どれがいいかな、ちょっと無難にやっぱクリソが一番かっこいいな、クリソいいね、やっぱね、なんかおしゃれ、でも俺色、俺意外とこれだろうね、でかこれ、でかだろうね、ビビるほどでかい、かぶせてきたし、まあ、チャラシャチこれね、タマコさんだね、タマコさんだね、はい、本当に、で、これで全6種300円、はい、安いです、で、10月発売ね、10月です、展開する予定、こちらもぜひチェックしてみてください、はい、今日紹介させてもらったのはニッコリのまんまるシリコンポーチ純喫茶でした、100円入れてガチャガチャやってねー、よろしく。
もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。